なあ、へえ。おいおい。いいね。マジか。見つけました。やった！強いぞ。行くぜ。警戒しろ。引くといいけど。こいつはどうだ。甘いですよ。強いぞ。手は焼かせないで。警戒しろ。踊りなさい。ミレディ。甘いですよ。やることは分かってるわ。静寂をくれてやる。入った。いいよーし。行くかしら。無駄です。後悔したら遅い。行け。もう大丈夫。終わらないぜ。覚悟なさい。すげえ、ご苦労さま。あれ、行くぜ。動くなよ。最速。倒し。ここはあなたの。言われるまでもない。怖い。悪くせは焼かせないで。それでいいのか。いいね。行こう。あっ、邪魔をしない。行きましょう。何、強いぞ。行こうか。警戒しろ。動くなよ。命中。強いぞ。警戒しろ。はあ、いけるぞ。お前の力、これなら見せてやれ。なんと、このじゃあこれで、必ず勝とう。から置き。後悔したのか。容赦はしません。当たるか。
強いぞ。よし、警戒しろ。確実に行こう。一息入れよう。ありがとう、サイゾウ。この力が恐れで行こう。アロー、手ごわい。後悔しても遅いよ。いけ、このもう大丈夫、終わらないぜ。容赦はしません。この戦い必ず勝つ。動くなよ。どんな気分だ。稽古の力に静寂をくれてやる。怖い。その程度行くわ。はっ、俺はみかんだってば。後悔しても遅いよ。容赦はしません。無理は禁物。動くなよ。まだまだ戦えるよな。了解よ、消えなさい。ウォーミングアップは済んだだろう。この力に凍らせてやる。いい運動になったわ。アッシュ、久しぶりじゃねえか。元気にしてたか。会えて嬉しいぜ。俺もお前に話したいことがあったんだ。どっか落ち着けるところにでも。コベナントを渡して。コベナントだ？なんだよそれ。私もよくわからない。あんたの中にあるものだって。なるほど、ファントムソサエティの仕事で会いに来たってわけか。一人で浮かれちまって恥ずかしいぜ。ふと客とトラブルのはごめんだ。なんだか知らねえけど持って行ってくれ。ありがとう。ん？に取り出すことは不可能なんだ。だが君が隙を作ってくれたおかげで無駄な戦いを避けることができた。礼を言うよ。騙したの？よせ、アッシュ、そいつらはやばい。今なら気の迷いということで見逃そう。後を追う義理もないだろう。君は分かっているはずだ。どうするのが正しい選択か。そうだ、それでいい。俺たちは逃れられないんだ。死ぬことはない。そうだ、それでいい。君のような優秀なサマナーを失うのは我らにとっても損失だ。
アッシュ。くそ、泣いてる顔も綺麗だな。ちゃんと言えばよかった。やり直そうって。やば。俺が死んだ時の状況はざっと今見たビジョンの通りだよ。いつも通りファントムに盾つかないようにやり過ごそうとしたら、ご覧のありさまだ。ま、俺みたいなのはあの連中に睨まれた時点で詰んでたってことなんだろうな。殺されてる割にはあっさりと納得するんだね。だとしたら、ソウルハックした私を受け入れた理由、この世界に対する未練って何だったの？そりゃお前、元カノへの未練に決まってるだろ。タラタラなんてもんじゃねえぜ。決まってるんだ。っていうか、なんだかノリ軽くない？アローなんてその辺のことなかなか明かそうとしなかったのに。事情は人それぞれってね。言い方はこんなだけど、俺にとっちゃ軽くないの。その元カノとはどんな出会いだったの？初めて会ったのは、雇われの形でファントムソサエティのミッションに参加した時だな。最高に可愛くてさ、もう一目惚れだったね。ハートに矢がぶっ刺さった上に拳銃で蜂の巣にされたような感じでよ。すごい例えだね。戦争の最前線でももう少し慈悲のある死に方ができそうだけど。ま、本望ってやつだな。それから速攻アプローチして、俺はあいつと付き合うことになったんだ。で、一緒にいるうちに知ったんだが、その頃の俺たちはお互いにサマナー家業にうんざりしてたっつうかよ。殺し殺されの毎日を抜け出してえなって思ってたんだ。そうなんだ。いい機会のような気がしてな。一緒に暮らし始めるタイミングに合わせて裏の仕事から足を洗ったんだ。ええ、思い切ったね。一から出直しってわけだ。そうそう、まあ実際は後先考えてないだけだったんだが、あの時俺らは自由になりたかったんだろうな。気楽に行こうぜ。そう？無理すんなよ。まあね。だけどさ。